はい、節約大戦公式チャンネルの時間です。お相手は私小町と近藤明と谷橋和也です。何の日だい今日は。コラボだよ、コラボ。コラボ、コラボJ さんとのコラボ企画転換。おお、久々に。明日ももしかしたら同じようなテンションで始まるかもしれない。それだけご了承ください。僕と J さんといえば地方馬主仲間ということで、絶賛募集期間中である社内グループオーナーズ地方版の検討会を2人で、違う、4人でやりました。合同でやったということで、はい、グダグダですね、両国ね。はい、ちょっとその模様をね、うん、お届けしたいなというふうに思いますけど、まあ、J さんの気になる馬、僕の気になる馬で、アキラチェックで、金なしおまけみたいなね、うん、はい。それでは今日は違うよ、V を増えよ、V を早速ね、見ていただきましょうか。はい、はい、それではVTR スタート。グループオーナーズのね、社内グループオーナーズの、まあ、気になる馬の話っていうのを J さんにも聞いていきたいんだけど、 J さん、社内オーナーズ今年入会、今年入会の予定です、はい、今特別入会みたいな感じに、はいはい、一応会員番号発行してもらったって形になってます。グループオーナーズもさ、結構あれ人気だからね、あの地方オーナーズ毎年らしいですね。なかなかそう取れないっていう話を聞いてちょっとビビってるんですけど、不人気の馬に行かないと買えないかもしれないですね。でもちょっとオーナーズで不人気の馬に行くのはなかなかちょっとね、400口で500口とわけが違いますからね。最高1000万ぐらい、もう1400万とか1600万までいるのか、400口500口とちょっと違うよね。今回は J さんと一緒に社内グループオーナーズの地方版の方で僕ら実際に買うので、気になる馬っていうのを話していきたいなって思ってますんで、よろしくお願いします。お願いいたします。僕はその地方オーナーズ今まで2頭出資してて、今現役馬が1頭かな、ダボスっていう馬がこの間大井で、4着だったりしたんですけど、4勝してんのかな。もう1頭ね、サラオクで売られちゃったラディーブっていう馬も出資してて、一応勝ち上がりは2頭ともしてくれたので、まあ、それなりに良かったなと思うんですけど、基本的には赤字ですね、やっぱね。4勝してても結構きついですか、今。4勝しててもやっぱ単価がね、賞金の単価があんまり高くないので、ちょっと赤字です。で、地方競馬ってやっぱその使ってなんぼみたいなとこあるじゃないですか。うん、そうですよね、うん、使ってくんないですよね、やっぱね、あんまり。ああ、なるほど。社内グループ系だから、なので、まあ、そういう面ではちょっとね、勝てる馬を引かないとなかなか出走手厚で勝つみたいな、その地方のノウハウあるじゃん、あんまりそういうのが通用しないかなというふうには思うんで、やっぱ勝てる馬を引きたいですよね。ということで、カタログをね、これね、じっくり見ながら探さないとっていう感じですけど、気になる馬をもう教えてもらってるんだけど、教えてもらいます。僕は全部で3頭今気になってる馬がいまして、ちょっとまあ実は昨日追加した馬が1頭いるというか、昨日の夜ずっと保養の動画とか、はい、あのカタログを見返してですね、うんうんうん、あの改めて、あ、こいついいなと思った馬が1頭いて、今自分の中でそいつが今一押しになってるんですけど、はいはい、その馬、ラップ・ユア・ハートの20金車座の奇跡3区、はい、おっとアキラ祭典1位ついてるじゃないですか。おお、バレちゃったアキラ祭典1位がついてるんですけど、この305番のグラップユアハートの20金車座の奇跡3区が僕は今のところ一番いいかなというふうに思ってます。こういうパワータイプの馬、J さん好きだよね。アキラさんと気が合いそうだねって話ちょうど知ってたんだよね。ちょうど実はね、そう、うん、話させてもらってたんです、事前にもう。まんまと、まんまと。まんまとやないか、アキラさん。いや、だってこの前で闇営業の中ですよ。闇営業の中ですか。すごい馬体だよね。俺も思いました、これは。すごい馬体ですよね。バランスもすごいいいですし、うんうん、あの保養の動画とかも見たんですけど、うん、結構キビキビ全身規制があるというか、筋肉の張り感も出ててですね、皮膚の薄そうな感じというか、強そうな。体質が良さそうな感じに見えたというのが一つと、あとまあ結構今回ラインナップ見るとマイナーシュボバとか新シュボバとか多いじゃないですか。はい。の中で金車座の奇跡って結構地方でもあの安定して成績残してるあのシュボバで、特価格50万ぐらいなら全然射程圏内かなというところで、個人的に最初外してた理由はグラップユアハートっていうのが2000年生まれの馬でもう結構高齢なんですよね。母が20歳の時に産んだ子供なので、結構高齢出産っていうのがちょっとマイナスかなというふうに思ってたんですが、とはいえ馬体を見返してみるとかなり良さそうで、あのサイズ的にもね問題はなさそうなので、
まあそこまで気にしなくてもいいのかなというか、お母さんもね非常にあの活躍した馬なので、産駒成績もね南関東で7勝してる、まあこっちにも書かれてますけども、あのグラップユアダイヤとかもね出してるということで、繁殖成績も疑いようはないのかなというところで、一旦本命にしたいなというところなんですけど、人気になっちゃうかなっていう懸念もありっていう感じですね。最後の産駒っていうふうにねここに書いてあるし、はい、20歳の時の産駒っていうのが気になるかな。あとそうです、ね、7勝してるそのグラップユアダイヤっていうのが14年産なので、まあ、そこからまた6年経ってるしっていうのとかは、まあ、僕はちょっと気になったけど、確かに馬体はすごいなって思いました。あきらさんそうまず見て思ったからそしたら、ね、俺分かってきたんじゃない、そういうのかな。本当そうです ね。僕も多分アキラさんと一緒で結構ガチムチタイプというかムキムキタイプが好きなので、馬体的にこういう馬に惹かれるんですよね。母高齢で嫌われてくれれば、はい、それが一緒にできるかなというところですね。やっぱ懸念はやっぱりでもそこかなっていう感じです。今んとこ2位が、309番のエクレアオールの20、はい、マインドユアビスケッツ産駒。これも実は、まあ、結構馬体があのはい、グラップハードほどじゃないですけど、もりっと筋肉がついていて、こうトモも大きいというところがまず引かれたと。ちょっと新種母馬なんで、種母馬としての力未知なんですけど、母乳にゴールドアリュールが入ってるので、あのまあ、これ南関東でね、やっぱりゴールドアリュールはかなり成績がいいので、南関東で活躍していくという、まあ、社代の宿命を考えるとですね、あの費用的に考えて、南関東でやっぱり頑張れないと厳しいので、そういったところからいいかなというふうに思ってます。最後3番、今のところ3番手が、アキラ祭典2位でですね、もうなんかこれまた闇営業を感じてしまうんですけれどもこのエイブルインレースの、20、これがいいかなと思ってます。まあディスクリートキャットっていうのはあの非常に種付け量安くて、でノーザン系の種付けがほぼない馬なんですけど、それでもかなり勝ち上がり率とか良くてですね、あのマイナー種母馬の中では多分一番今熱いというか一番注目されてる種母馬かなと。あとまあこのエイブルインレース自身の競争成績と、あと産駒成績がかなり安定していて、あの複数勝利を挙げている馬とか、まあ重賞で頑張って着に入っているような馬もいるので、産駒成績の安定感というかお母さんの繁殖能力も含めてこの馬はいいかなというふうに思ってます。グラブユアハートの20に行こうかなっていうふうに今のところはちょっと思ってます。アキラさんもう1位だわ。あ、もう1位です。バレちゃいました。僕ね、ノーザンファームの生産馬の中で1頭選ぶんだったらどれかなって考えてて、多分でもね、この地方オーナーズの馬って、ノーザンファームの結構ちょっと、みそっかす系が出てるパターンが多い気がするんですよ。もうなんかちょっと見限られてきた中央に出さない馬を、まあ地方で当てとくっていう感が、結構母高齢だったりとか、はいはいはい、ちょっと頭打ちになった子供が出てくるみたいなイメージがちょっとあるんで、他の子見てるとその中で、まあ、一番良さげなのがやっぱシャープエッジかなっていう、ね、うんうん、シャープキックの品系でね、まあ、メジロマックイーンの代表産駒とも言えるシャープキックの、うんうんうん、おばあちゃん、はい、でアクートとか出てるんですよね。あ、そうですね、そうシャープエッジの子供で、あとシャープキックからは大勢レジェンドとか出てるし、うん、ノーザンだったらこの馬かなっていう風に思ったのが、うん、まず1頭ね。317番のダイナミズム、血統すごいんですよ。このグロリアスソングからのヘイロークロスっていう、まあ、サトナラジン産駒だしね、サトナラジン新種母馬だし、まあ、ちょっと面白いのかなっていう。あとその白老ファームの、追い分け販売っていう、自分が自分の走るパターン、白老で追い分けっていうのが、ね、で319番のディミータの20、ビッグアーサーの産駒なんですけど、この姿形ってめちゃくちゃなんか桜豊王系っていうかノーザンテイスト入ってるなっていう、この白さがめっちゃ特徴的ですよね、この顔で。もうなんか桜豊王って感じするじゃないですか。いやでも桜豊王っぽい馬体だなっていうのはすごいわかるでしょ。ほら思いました思いました。であとね、322番のシュクルダール、漆黒漆黒の黒い馬体がね、すごくいいじゃないですか。うん、これさ、社内ファーム販売者で、まあ、白老ファームになってるじゃないですか。このシュクルダールってお母さんって、社内レースホースの馬だったんですよ。で、社内ファームで繁殖入りして、一回。で、繁殖セールに出されたの。その後、購入したのが、なんとノーザンファームが買ってんだよね、この馬。だけど、この馬見たら、白老ファーム生産になってて、わけわかんなくないですか、もう。わけわかんないですね。ぐるぐる回ってますね。いや、なんかあんじゃねえかと思って、この母の動き謎じゃない、だって。
謎すぎますね、確かに。社内ファームが販売するんだみたいなさ、最終的に。一周回ってまた帰ってきたんだ。帰ってきてるから、あ、これは一周回ってなんかあるなっていう、そういうところで。なるほど。俺そういうので買っちゃうんだけど、シンクリも、あ、もちろん、あの、もちろんっていうか、最初目についたのはそこだったんですけど、そう、お母さん見てたらそういう馬だったから、社内ファーム結構だよね。でも、母、父はシンボリックレスですだし、父はロゴタイプだしっていう。ところで、だけどノーザンファームが買ってるっていうのはなんかお母さんに見どころがあったのかなみたいな、そういうところで、アキラさんはさっきの1位と2位はさっき出てきたのか、なんか結局なんか分かんなかったんでこう番号でこう引いたんですよ、うん、そしたらたまたまその番号になったんだけど、アキラ滑ったやないか、このネタがどうせこれカットでしょうね。僕の場合は動画は見てないのでカタログの写真だけこう2回見る形で、うん、で1回ずつ5点満点、合計10点満点で採点して1位だったのがグラップ・ヨア・アートでした。でもうさっき馬体ももう本当に J さん言ってもらった通りで、あと僕顔が好きだったので1位にしてるっていう形ですね。で2位がエブリン・レス。エブリン・レス、はい、まあどっちもだから結局僕本当にガチムチ系のパワータイプが好きなので、もう馬体がもうカタログのコメントにもありますけどね、もうページをめくる手が止まったんじゃないかっていうね。いい馬だと思います。同じ 6.75 っていうのが何頭かいるんですけど、まあ、その中でも一番良かったかなっていう形ですね。あとはあのブラックアテナが結構穴で面白いの。ああ、僕もね、ブラックアテナはね、あの5番ぐらいに思いました。僕も結構ブラックアテナ実は気になってます。そう、これはちょっと、この子ちょっと見た目はまあパワータイプじゃないんですけど、あの、成長してきたら本当にいい体になるんじゃないかなって。あと本当にこの馬も顔が好きですね。もう体のバランスと顔がいいっていうのでブラックアテナを取り上げたいなっていう。血統もね、いいよね。そうですね、母父シンボリックリセースですもんね。さらにほら、クルピアスター、クルピアレディーで来れば、クルピアレディーの代表産区はなんだ、ジェニュイン。おお、ジェニュイン。おジェニュインでしょうよ、もう。で、そのカーダスさんは何、なんか一頭じゃあ、されてください。パーフェクトジョイ。パーフェクトジョイ301。これさ、シルクで募集されたお母さんですよね。そうですね。中央でいけると思ってた繁殖牝馬だと思うんで、うんうん、これさ、アキラがのあのほら、あの子、モデュロール出たな、忖度だな。忖度忖度忖度もあるんですけど、でも、地方に降りてきて、ペ、うん、ニーシューズつけて、ダートで。っていう感じが、あの僕らの。社内グループオーナーズいいんじゃないか検討会でした。ということでね、はい、はい、まあ、たくさんの馬をね上げていったんですけどね、はい、はい、どうですか、アキラさん。あ、意外になんか地方の募集がすごいいい馬がたくさんいたなっていう印象だったんですけど、あとはあの J さんと意外に共通点が多かったなっていうので、まあ、よく見える馬がね。そうなんですよ、馬鹿によく見える馬がね、ちょっと真似できなかったな。今回さ、でも俺もなんか、まあね、あの本編でも言ってたけど、はい、見たらね、やっぱこれ、アキラさん好きそうだなとかっていうのが、なんかちょっとすぐ分かって、で、それを、なんか J さんからも、あの DM で、あ、これも気になっててとか言って聞いたので、うん、似てるなっていうふうには思いましたね。まあ、話した通りですわ。はい。うん。コマさん、そういうの分かるようになったってことは、馬体が見れるようになってきたってことじゃないですか。やっと俺もその辺にね、ちょっと、来た。ついに来たなって。やっとここまで上がってきたなって感じですね。師匠の上です。ありがとうございます。まあまあ、ちょっとね、地方オーナーズやられる方、参考にしていただければいいなと思うんですけど、まあ僕は何申し込むかまだちょっと決めてないけど、まあまあまあ。でも、アキラさんとかぶったね、最後の、なんか、黒い馬。ブラックアテナ。そうですね。そうですね。はい、ブラックアテナとか。まあ、それはちょっと面白いかなっていうふうに思いました。ジェイさんもね、あ、いいと思う。そうですね、言ったしね、はい、はい、母父シンクリの、はい、うん、シンクリね、母父がね。今日の動画がちょっとでも面白かったら、ぜひ、高評価とチャンネル登録お願いします。まだジェイさんとのコラボ、どんどん続きますので、まだまだ、はい、ご覧になってみてください。よろしくお願いします。それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。